アイテム番号 SCP-173JP オブジェクトクラスユークリッド特別収容プロトコル SCP-173JP は徹底的な破壊によって可能な限り小さくしてから完全防音の密室に収容します。現在 SCP-173JP は全長 30cm 程度まで小さくできることが確認されていますが、いかなる大きさであってもその能力が健在であることに注意してください。実験用の D クラス職員を除き収容室への立ち入りは禁止されており、収容室内の監視、保全、実験の観察等は、自動または遠隔操作の機械によって行わなければなりません。説明。SCP-173JP は、編集済み、大量の日本製に見えるおもちゃで構成され、いかなる大きさの時でも常にギガ化した恐竜のような姿、画像参照、を撮ろうとします。削除済み、との関連性が指摘されましたが、明確な情報は得られていません。SCP-173JP は自律動作をし、主に体中のおもちゃがひしめき合う、ガチャガチャ、ガラガラ、と報告される音、それと時折、編集済み、を発しながら歩行します。人間の被験者はこの音を直ちに聞き続けているうちに、警戒心を失い、SCP-173JP へと近寄っていくようになります。そして SCP-173JP の元へたどり着くと、被験者は目の前の SCP-173JP の部位を構成しているおもちゃを次々とかき分け始めます。この時のおもちゃは簡単に、剥がれ落ちたりはせずに、脇へと押しのけることができ、被験者はそのさらに奥をかき分けようと、周囲のおもちゃや土などにより、されることも厭わずに、SCP-173JP の内部へと侵入していきます。やがて、元の SCP-173JP がどれだけ小さいサイズであろうと、被験者の身体はすべて SCP-173JP の中へ入り込み、最終的に、SCP-173JP はその分の体積を増大させます。SCP-173JP の期限が、編集済み、ために、幸いにも収容までの被害は村一つ分に抑えられ、さらに記憶処理と隠蔽のコストも、編集済み、一体程度で済みました。しかしこの最初の収容の時点ですら、SCP-173JP の最大時の全長は推定75メートルを記録しました。SCP-173JP の発する音は、機械の録音か中継越しであれば影響力を持たないことが確認されています。実験時の B クラス職員は、大事なおもちゃ、思い出のおもちゃ、なくしたおもちゃ、懐かしいおもちゃ、憧れのおもちゃが SCP-173JP の中にあるとの音声記録を残して、SCP-173JP の中へと入っていきました。レアケースとしては、もっとたくさん、この楽しいものを見たい、と言いながら SCP-173JP に入っていった事例が記録されています。